皆さんこんにちは。良い子のみんな調子はどうよ？今回は以前よりたくさんのリクエストをいただいていたこちらのホラーゲーム、グラニーをプレイさせていただきたいと思います。こちらはどういったホラーゲームなのでしょうか？凶悪な老婆の徘徊する館から5日以内に脱出を目指すホラーゲームだそうです。結構前に話題になってたスマホのホラーゲームか。それでは早速やっていきましょうか。レッツプレイ。難易度はどうしようか。とりあえずノーマルでいいんじゃない？ノーマルでも厳しかったらイージーにするか。そこまで難しくないでしょ。あ、ちなみに我々このゲーム完全初見なのでグダグダプレイになるかとは思いますが、温かい目で見守っていただけますと幸いです。前知識なしだからうまく進められるか心配ですね。始まった。一室で目を覚ました主人公。ここから捜査開始なのね。無事脱出できるといいわね。引き出し調べられるのか。あ、引き出しの底に何か書いてある。ケチャップでリーブディスハウスって書いてあるね。この家からされって意味かな？他に気になるものはありませんな。それじゃあ出口探しましょ。探しましょ。あ、もしやあれが噂の老婆？気づいたみたいだ。さっきベッドの下に隠れるマーク出てたけど。おお、隠れられた。来てる来てる。バレたかな？早くどっかに行ってくれお、なんとかやり過ごせたか。こういう感じのゲームなのね。ヒヤヒヤしたわ。あの老婆手にバットみたいなのを持ってたけど。見つかったらあれで殴られるのかな。怖いな。そろそろ出るか。まだ近くを徘徊してるんじゃない？ほう、一応しゃがみ歩きもできるのね。どういった場面で使うんだろ。おっと。何か仕掛けてありますねー。トラバサミ？解除とかできないのかな？できなそう。あ、下のフロアに出口らしき扉が。なんかいろいろ仕掛けてあるね。一筋縄じゃいかなそうですな。ざっと見た感じ5つくらいギミックがありそうだね。上の方に何か光るものが。ギミック解除に使うアイテムかも。とりあえず今いるフロアから調べていきましょうか。館とだけあって結構広そうだね。何かあるよ。歯車？これも脱出するのに必要なのかな。使い道がわからんな。あ、捨てるんだ。アイテムって一度に一つまでしか持てないのね。隠し部屋？段ボールどかしたら部屋が出てきた。怪しいですねー。もしかしたら隠し出口とかあるかも。何にもないわねー。え？老婆だー。いやあ。ほ？デイツー、どういうこっちゃ？あ、ゲーム開始地点に戻ってる。なるほど、さっきので死んだわけじゃないのね。老婆に見つかって開始地点の部屋に戻されたんだね。捕まるたびに時間が経過するのか。確か5日以内に脱出を目指すのよね。あと残り3日。あれれ、扉がロックされてて開かないよ。初日に逃げ出したからロックされたのかな。今もノートが。テーブルを倒しちゃったみたいだ。今ノートで老婆に気づかれたりしないよね。怖いからロッカーの中に隠れて少し様子を見よう。来た。ってことはやっぱりあの老婆音に反応してる？確証はないけどその可能性ありますね。あれ老婆どこ行った？主人公を探してるんじゃない？入念に探しとるのか。あ、地面に何か置いたよ。またトラバサミ仕掛けたのか。目の前にいる。早く消えてくれー。まさか気づかれてる？なかなか部屋から出ていかないわね。動いた。さようならー。さてさて、次はどうしましょうか。ああ、出口にトラバサミ仕掛けられとるやんけ。二つもある。これどうあがいてもかかるやつやん。解除する方法ないのかな。強引に行くか。ダメでしたね。終わったわ。ババアの強烈なスイング。今のでアゴ外れたな。このゲーム、難しいやつだ。ここまで来たら逆に脱出できなかったらどうなるのか見てみたいよね。あと二日。全くゲーム進められてないんだけど。これ本当に我々にクリアできるのでしょうか。情報なしだとかなり時間かかりそうねー。この回は諦めて次は少し情報収集してからプレイしますか。今回は5日経過したらどうなるのか見てみよう。
それじゃあおばばが来るまで館を探索ね。おお、スマホゲーのトイレだ。これは新鮮。バッチーな。何かあるぞ。あかん。音もなく忍び寄ってくるのほんと勘弁してくれメンス。あと一日。あのバスタブの中にあったアイテムが何なのか気になるからもう一度見に行こう。パッと見紙飛行機っぽかったよ。紙飛行機ですと？何に使うんだろうね。では参りますか。今のところ大丈夫そうね。もしかして紙飛行機を使ってあの上の方に見える光ったものを落とせるのかな？かもしれませんね。おばば来てないよね。うん。よし、それじゃあ回収してと。早速試してみましょっか。残念ながら無理そうです。あちゃあ。次で最終日か。ザ、ラストデイ。洋画のタイトルみたい。今度こそあの紙飛行機を飛ばしたい。できるかねー。それでは。第一関門突破。続いて紙飛行機の回収に向かいます。でもおばば来てるんだけど。なんでや、しゃがみ歩きで音を立てないようにして進んでるのに。扉を開ける音にも反応してるのかな。地獄耳すぎでしょ。はい、終わった。主人公ここからどうなるのか。ちょっと期待。どこだろうここは。地下室？ひえ、主人公ギロチンにかけられてる。やめてよ。いつか以内に脱出できないとギロチンで首ちょんとされちゃうんだね。恐ろしい。